はい、こんにちは、116インズです。さて、昨日 MLB では実績あるメジャーリーガーも絡む大きめのトレードが成立しまして、それがこちらのマーリンズとツインズ間で成立したトレード。マーリンズが昨年リーグの首位打者にも輝いたルイス・アラエスを獲得し、ツインズは先発投手パブロ・ロペスに加えて2人の若手有望株ホセ・サラスとバイロン・チョーリオを獲得しました。マーリンズとツインズがアラエスとロペスを中心としたトレードを議論したという噂自体は報道にも以前出ていたところではありますが、ロペスの保有権が残り2年に対してアラエスは保有権がまだ3年も残っていますので、ツインズ側はアラエスとロペスの1対1のトレードには応じないともしていましたので、2人の選手のトレードバリューの差をマーリンズ側が2人の若手有望株で埋めてトレードを成立させた格好ですね。マーリンズもアルカンタラ以外の先発投手についてオファーを聞くとはしていましたので、比較的層の厚い先発陣を使って課題の打線補強を考えていたところで、アラエスという首位打者を取るレベルの好打者獲得を実現できたのは満足しているのではないでしょうか。しかしね、首位打者を取った直後のオフに、しかもまだまだチームに残せるにもかかわらず、まさか本当にアラエスが放出されるとはという驚きの気持ちも個人的には正直あります。アラエスは今季が26歳のシーズンとまだまだ若い選手で、昨年2022年はキャリア範囲の1年144試合出場して打率3割1分6厘の好成績で、見事にリーグの首位打者にも輝きましたし、昨年に限らず2019年のデビュー以降ずっとハイアベレージを記録してきていますので、今の MLB 全選手の中でもトップクラスのヒットメーカーと言えるのではないのかなと。パワーはそこまでないものの、とにかくバットに当てる技術が一級品で、昨年の全打席に占める三振の割合がわずかに 7.1%、 対するコンタクト率は驚異の 94.1% と、アラエスが打てると判断したボールは基本的にコンタクトできる MLB 屈指のコンタクトヒッター。ピッチャーとしても空振りが極めて少ないアラエスは、対戦していてこれほど嫌な存在はなく、低打率のパワー型が多い今の球界においては、特に打線にいいアクセントを加えてくれる選手というイメージもありますね。MLB 昇格以降メインはセカンドですが、ファーストやサード、時にはレフトにも入ったりと、ポジションの融通が効く点も使い勝手の良い選手ですし、これで冒頭でも触れた通り保有権がまだ3年も残っていますので、普通だったらトレードするような選手ではありません。ではなぜ今回ツインズはアラエスのトレードに踏み切ったのか、これは極めて合理的な判断によるものと思われます。まず現状、ツインズは先発陣を強化したい状況にありました。昨年のツインズ先発陣はとにかく怪我に悩まされまして、シーズントータルで規定投球回どころか150回以上投げたピッチャーですらゼロ。メンバー自体はグレイ、ライアン、マーリー、トミジョン手術から復帰予定の前田選手、そしてオーバーと全体的にソリッドではあるんですが、故障の懸念は依然として大きいと。先発陣の故障に備えて層を厚くしつつ、またコンテンダーとして戦うためにはローテーション全体のレベルをもう一つ上げたい感じでもありましたので、そこにロペスという昨年32先発180回を投げて防御率 3.75 と一定レベル以上のパフォーマンスを見せた選手を加えることで、先発陣の不安を少し和らげることができたのではないのかなと思います。もちろんロペス自身も2021年肩の怪我で後半戦の大部分を欠場することもありましたので、彼も健康面の懸念が全くないわけではないんですが、ロペスの加入によって先発陣に何かアクシデントがあったとしても、ローテのレベルを一定水準以上に保てる用意は整ったようにも思います。またロペスの獲得は来季も見据えた動きとも捉えられます。ツインズはローテーションのうちグレイ、マーリー、そして前田選手の3人が今季終了後に FA となる予定です。今の FA 市場を見渡しても、例えばタイワンウォーカーが4年総額7200万ドルとなかなかの契約をもらっていますし、昨年一度も先発できなかったマット・ボイドですら単年1000万ドル。これを考えるとグレイやマーリークラスのピッチャーであれば、今の FA 市場ならそれなりの規模の契約はゲットできるはずですので、ツインズのようなミドルマーケットのチームが残留させるには少し高くなりすぎてしまう可能性がありますし、 FA 市場でグレイやマーリーと同レベルの選手を調達しようと考えたとしても同様の問題に直面します。となるとツインズは最悪それなりのレベルのローテ3枠を予算面の制約ともにらめっこしながら一冬で埋めなければならない大きな問題に直面していた可能性があるわけですよね。ただ今回獲得したロペスは来季まで保有できますので、彼の獲得によって先発陣の一斉 FA の備えを進めつつ、かつ先発投手としてのクオリティも申し分ないですので、ローテーションのレベルの維持にも寄与してくれるのかなと。今のローテの問題にも対応しつつ、次のオフに大きな問題ともなりうる課題にも対応し始めた、そんな感じのトレードにも見えましたね。もちろんロペスの獲得が必要だからといって、その見返りがアラエスというのは決して軽くは当然ないんですが、ただツインズの中ではアラエスは様々な要因からまだ動かしやすい類の選手だったのも事実です。アラエスのバットコントロールは魅力的ではあるものの、 MLB デビュー以降意外と故障離脱も多く、特に膝の問題をしばしば抱えていましたし、コンディショニングの改善によって昨年はキャリアハイの144試合に出場しましたが、それでもシーズン終盤ハムストリングの問題を抱えていたりもしました。
また昨年のアラエスはファーストで出場することが結構多かったんですが、 G アセチックのダン・ヘイズ記者によれば、ツインズはファーストで彼の守備負担を軽減させたことも144試合出場できた一因と考えている部分もあったようで、それすなわち他のポジションではフルシーズン戦うのは難しいことも意味するのかなと。怪我の懸念からファーストでの起用が必要となってくるのであれば、アラエスのユーティリティ性も攻撃面の優位性も損ねてしまいますし、またそもそもツインズもアラエスが担ったポジションではセカンドにポランコ、ファーストにはキリロフ、他にも内野の有望株が控えている状況で、ポジションを回す上でも絶対にアラエスがいないとダメというわけでもないので、そういう意味では動かしやすい部分はあったのではないのかなと思われます。あとはマーリンズがロペスとアラエスの保有権の差を埋めるプロスペクトとしては相当いい選手を出してくれたのも大きかった。これだけアラエスを高く評価してくれるなら今出すべきと判断したのかもしれませんね。サラスは先日発表されたベースボールアメリカのランキングでマーリンズ参加4位の評価を受けた19歳のショートで、突出したツールはないものの、どのツールも悪くない安定感のある選手とされています。昨年はシングル A とハイ A 合計で109試合プレーして、打率2割5分と19歳としては悪くないですし、今後アベレージを残していける見込み。長利は昨年マーリンズと契約したばかりの17歳の外野手で、ドミニカサマーリーグで打率3割4分4厘と上々のプロデビューを飾っているように、コンタクト面の評価が高い選手のようですね。どちらのプロスペクトにしてもまだ非常に若いので、今後の成長については宝くじ的な要素も正直否定はできないんですが、ただアラエスとロペス保有権の残り年数が同じだったら、ほぼ選手としての価値としてはイーブンな2人が絡むトレードで、保有権1年の差に対してこのレベルのプロスペクトを出してくれるんだったら、ツインズ的にもアラエス放出に十分見合うと判断した感じでしょうかね。首位打者を取った選手が直後のオフにトレードとなったのは、1978年にくしくもアラエスと同じツインズで首位打者に輝きながらも、オフにエンゼルスでトレードとなったロッド・カルー以来だそうですが、まあ MLB といえど首位打者取るような選手がすぐにトレードになるなんて事態はなかなか起きません。ましてやツインズは今季コンテンダーとして戦うつもりなわけで、そんなチームがアラエス放出に踏み切ったのは予想外ではあるんですが、ただ紐解いていくと極めて合理的な判断に基づいたものであることがわかりますし、ポジション面で問題を起こさずにチームが抱える課題に対応したので、うまい動きだなとも思いましたね。もちろんその判断が正しかったのかは結果が出てみないと何とも言えないところであるんですけれども、少なくともトレード成立の段階においては首位打者を放出する判断も納得できるトレードなのではないのかなと思いました。皆さんは今回のマーリンズとツインズのトレードについてどうお考えでしょうか？ぜひ皆さんの意見なんかもコメントに残していただけると幸いです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。